はいさーい、今回はね、沖縄県本島の北部にある崎本部まで来ています。まあ今日ちょっと遠出をしたんで、でね、崎本部まで来たついでなんでね、まあ崎本部といえばこちら、神を拝む岩、岩じゃないか、神を拝む石、東東名石がねあるので、まあせっかく近くまで来たんでね、立ち寄った感じです。風が吹いててね、風切り音が入ってるかもしれないんですが、まあ、こちらが神を拝む石ですね。でね、まあ、地元の人にはね、東東名石って呼ばれたりしてるんですが、まあ、ダイビングするダイバーからはね、ゴリラチョップって呼ばれてるんですよ。まあなぜゴリラチョップって呼ばれてるかというと、まあ見てわかる通りね、ゴリラがねチョップしてるようなね形になってるんですよ。まあ今近いからわかりづらいか。そしてね、こちらちょっと廃所になってますね。やっぱね、ダイビングもねできるようなね、綺麗なビーチになっています。まあ、ビーチっていうよりも天然のね砂浜なんですが、綺麗ですよね。ちょっと足場が悪いんで降りてからですか。ねえ、綺麗ですよね。本当に青い海最高ですね。僕ね、生まれも育ちも沖縄で、生粋のウチナンチュ沖縄県民なんですがね、やっぱりねこうやってね、まあ、今日雲多いんですが、晴れてて青空がね広がる日のね、この青い海、いつ見ても本当に綺麗だなって思うんですよね。まあ先ほど説明したように、まあね、地元の人には東東名石って呼ばれたり、神を拝む石って呼ばれてるんですが、ゴリラがね左を向いてねチョップしてるようなね形に見えるんでね、ダイバーからのアイターではゴリラチョップって呼ばれる、まあね、知る人ぞ知るポイントですよね。あ、海で蝶々も飛んでますね。クロアゲハかな。綺麗だ。まあせっかくねこうやってね遠出して北部の海が見れてるんでね、軽く砂浜をお散歩でもしよっか。いいですね。最高ですね。やっぱり沖縄のね晴れた日の海はでね、すぐ実際大きな道路がねあったりするんでね、まあ北部、まあ、特に何だろう、美ら海水族館とかね、海洋博向かうついでにね、瀬底島のあの辺を通ることがあれば、瀬底島のね手前なんでね、あ、あだんがなってる、瀬底島の手前にある場所なんでね、思い出したら立ち寄ってみるのもいいんじゃないですか。でもあだんこれそんなに大きくないですね。ソフトボールよりちょい大きいぐらいのサイズかな。こうやってねあだんが砂浜にね生えてたりして、白い砂浜もあって綺麗なね青い海が広がってて、ヤンバルもやっぱいいですね。そしてやっぱり崎本部のね、ここの海といえばゴリラチョップ。ああ、ついついね口癖でゴリラチョップってね言ってしまうんですが、まあ、地元の方とかね、もともとねやっぱり東東名石ってね呼ばれてた場所なんでね、僕も東東名石とか神を拝む石って呼ばないといけないですよね。はい、というわけで今回はねちょっと短い動画になっちゃうんですが、北部の崎本部にある東東名石、神を拝む石からでした。
ではまたね、バイバーイ。